飲んで楽しめば一番いいですから。じゃあ、ところに次、このスイカのやついきますか。はい、スイカです。ウォーターメロンですね。さすがに、スイカはそんなに味が濃くないでしょうから、こっちは最初の。これ何色なんですかね、スイカ。そうですね、赤じゃないですかね。赤ですかね。よいしょ。じゃあ、これは、まず60ミリいきます。はい。よっと。赤でしたね。赤ですね。なんか、さらっとしたトマトジュースみたいな、見た目は。ほんとだ。よいしょっと。え、これ全然匂いしないですよ。え、匂いか、これだけの匂いは全然。え、本当ですか。なんか面白い匂い。ああ、言葉を選ばないな、ウリの香りが。ああ、はいはいはい、そうですね、ウリっぽいです、ウリ系な、まあ、ちょっとこれ15くらいにしておきますか。はい、感じの。やべえ、結構入ってますよ、大丈夫ですかね。18くらいです。はい、まあ、まずの方がいいんだよ、マドラー。あー、言ってました、すいません。もう飲む気満々ですね。飲む気満々でした。いただきまーす。あー、すげえ、ウリの香り。全然あれですね、お酒の匂いがしない。あ、思ったより甘い。思ったより多分このジュースが甘いのか。そうですね、あとか我々の思う香りと味の、あ、そうそう、なんか剥離があってちょっとびっくりした。匂いからの味の、もっと甘さ控えめかなっていう。そうですね、すごい甘かったです。じゃあこれもちょっと増やしますか。そうですね、増やしていいかもしれないですね。ウリの香りなんだよな。まだですか。ああ、味をしっかりします。これだとバランス取れた感じ。うん、うん、2対1だね。2対1でした。うん、これよりもうちょっと濃くすると多分酒が勝っちゃうね。そしたら酒飲もうって話になるね。確かに最初のストレートのがいいです。ストレートがいいですよ。なるほど。これは個人的には結構独特なイメージ。ちょっとなんか、うん、やっぱり私たちに馴染みがない感じではありますけど、やっぱりあれですよね、スイカなので、スイカって思って、スイカ好きな方は多分いけると思います。おかしいな。でも、うん、そうですね。なんだろうな。あとなんかもうワンポイント、レモンかなんか絞ってもいいかもしれないですね。ああ、そしたらなんかちょっとおしゃれにもなりますしね。うん、レモンが入ったら。で、それこそ、いや、レモンじゃなくていいな、オレンジだな。オレンジかなんか半分にそのカットしたやつがこう刺さってて、絞って飲むようなぐらいで。カクテルみたいにいい、ね。そう、少し足してあげた方が美味しいと思う。うん、うん、うん。ちょっと、個人的には、匂いは、うん、まああんまりですけど、味は好きです。そうですね、うん、香りと味のギャップが埋められれば。ギャップがすごいので、うん、ですね。